あれあれ、カンアキちゃんたちとピカチュウ、こんなところで何をしているのかな。今日はある人に会いにここにやってきました。そうなの？誰だろう。ここどこかわかりますか？学校。学校だよね。昔学校だったところ。なんかいろいろな作品がね、教室にあるんだよね。そう、こっちは教室。すごい面白い。はい、ここです。おお。こんにちは。こんにちは。こんにちは。カンチャンネルのカンナです。アキラです。アサヒです。キンです。こんにちは。こんにちは。絵本作家のザ・キャビンカンパニーです。はじめまして。私たちはこういった絵本をいつも描いています。ザ・キャビンカンパニーさんは絵本作家さん。ここ大分県にある廃校をアトリエにして、いろいろな作品を作られているそうですよ。今回このポケモンの島っていう絵本を描きました。描いたよ、ピカチュウのことを。今日はね、このポケモンの島とね、同じ絵の描き方でみんなと一緒に大きな絵を描いていきたいと思います。みんなで大きな絵を作るんだって。楽しそう。頑張れますか？はい、めっちゃ楽しみです。はい、それじゃあみんなで描いてみましょう。カンアキチャンネル、ザ・キャビンカンパニー、巨大なポケモンを描こう。じゃあ改めまして、こんにちは。こんにちは。じゃあ自己紹介ね、もう一回しとくね。好きな色は人影の赤、阿部健太郎です。拍手。好きな色はゼニガメの青、吉岡咲です。拍手。二人合わせてザ・キャビンカンパニーです。拍手。拍手ばかり。みんなの好きな色は何色ですか？え、左。好きな色はボニータの紫です。あー、たぶんガラル、ガラル。銀ちゃんの好きな色は何かな？青。青、一緒じゃん、一緒。青。アサヒは？アサヒちゃんは？アサヒちゃんは？水色。水色。水色ね。秋。好きな色はリーフィアの緑色です。おー、最近のポケモン。今日はそんなカラフルな、いろんな色の絵の具を使って絵を描いていきたいと思います。この目の前のこのでっかいこの木の板、これに描いていきます。でかすぎ。こうやってね、これ原画って言います。で、木の板に描きます。え、そう、ね、木に描くんだ。ちょっとね、特殊な描き方をしているので木の板なんですね。で、じゃあちょっとこれから描き方を説明したいと思います。はいはい、ちょっと見よってね。うん、ザ・キャビンカンパニーさんのちょっと変わった絵の作り方、見てみますよ。まずは型紙作り。まあ、こう簡単に。ピカチュウだ。なんだろうか。綺麗だよ。これは一体何かな。ギザギザ尻尾の、雷みたいな尻尾の。そう。誰かな。下書きが終わったら型紙を切ります。と、じゃーん、これなんだ。ピカチュウの型ができました。ピカチュウ。ピカチュウです。これを最初にみんなにもね、作ってもらいます。ベニヤ板にいろんな色を塗るよ。面白い。あとどうやったらできるかなって言って、ほうきとかね、ほうきで描いたりとか。これは面白い。これは何か、おお、なんだか面白そう。たりとか、ペタペタして貼れます。ペタッと貼るやろ。型紙を貼ったら上から色を重ね塗りします。この周りを黒に塗ります。あ、一体どうなっちゃうの。どうなるか。はい。この型を剥ぐと、おお、どうなる、どうなる。すごい、魔法みたいな描き方だね。色が混ざった綺麗なピカチュウができました。じゃあやってみようか。早速。それじゃみんなで大きな絵を描いていくよ。僕たちがね、先に描いた型がもうありますから、ちょっと見てもらっていいですか。何のポケモンでしょうか。お、じゃ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 。火も
そっちはこの巨大なポケモンはなんだ。わかったの。あ、わかった。わかった。リザードン。大きなリザードンですね。で、今度はカンアキちゃんたちのポケモンの型を作ってもらいます。さあ、カンアキちゃんたちも挑戦。どうしよう。ピカチュウを描きたいんだよね。ピカチュウ？顔描き終わった。お、アサヒちゃんはソーナンスだね。いいね。うまいうまい。おっしゃ、できた。イエーイ、できた。できた。ソーナンス。ソーナンス。おー、上手にできたね。あ、いいじゃん、ソーナンス。絵描くの好き？リンちゃんも頑張って作りますよ。おお、ギャラドスできたね。いいじゃん、あとちょっと。もうね、ピカチュウを切る段階です。カンナちゃんはピカチュウ。なんでシャワーズが好きなの？相棒なんですよ。あ、そうなんや。ゲームの中では。アキラちゃん、上手なシャワーズだね。おー、出た。イエー、いいじゃん、めっちゃ可愛いじゃん。もう何これ。カンナちゃんのピカチュウも完成しました。そうそう、後でな、ほんと絵の具の時にまだまだもっともっとできるけんな。ピカチュウ描きました。あー、可愛い。これね、座ってるピカチュウ。いいね。じゃあ一回置いてみましょう。はい、好きなところに置いてください。はい、背中に乗るのピカチュウが。あー、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。オッケーオッケー。できた。うん、入るね。お、6個。よし、じゃあこんな感じで。すごい。ただ色はどうなるかわかんないよ。はい、それは今からみんなで作るからね。じゃあ、いろんな色で塗っていくよ。いいよ、みんなもしていいよ。それじゃ、いっぱい色を塗っていきますよ。おー、オッケー、オッケー。待って、めっちゃ綺麗。いいじゃん、いいじゃん。めっちゃすごい。いいじゃん、すごい綺麗。このブラシとかさ、ほうきでさ。本当にね、現代アーティストでこうやってボクシングで描く人はいるの。ボクシング？だって、こういう作品を作っていく人もおるけん。お、ピカチュウいいじゃん。ローラーで混ぜる。いいいいいい。お、ピカチュウも頑張るね。うわー、ガシ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 。ピカチュウの足跡がいいよな。ピカチュウもやってるらしい。お、楽しそう。ここら辺なんか水玉ピカチュウにしよう。あ、ごめん。ピカチュウがいたずらされてるな。あ、朝日ちゃんデッド。あ、大丈夫？お尻が大丈夫？つけよ。みんなピカチュウにいたずらしてますが、ちょっと、おっと、ここでアキラちゃんとアサヒちゃんのバトルが勃発。ガリ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 。よし、じゃあ、あとみんなをクレヨンを持ってやってください。緑、そう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 。もうこうグワーってな、手を動かして、もう何も考えず、そうそう、勝手に手が動くように動かせるっていうかな。みんな思い思いのやり方で頑張っていますね。あ、思いっきり。おお、すごい。すごい。お、すごい。めっちゃ楽しい。楽しそう。あ、綺麗になったね、本当。これは楽しみだね。あら、あららら、再びバトル勃発。ちょっとね、めっちゃ綺麗になったんやけど。すごい、あ、攻防がすごい。出なくなった。オッケー、じゃあストップ。はい。じゃあ、道具を片付けてください。よし、片付けだ。ここで絵が乾くまで休憩です。はい、皆さんお疲れ様でした。はい、まだね、続きはあるんだけど、ちょっと絵を乾かしている間に、私たちの絵本ポケモンの島を読んでみたいと思います。はい、聞いてください。はい。ポケモンの島、作絵、ザ・キャビン・カンパニー。ポケモンの島、こっそり顔出す僕らはポケモン、ずっと誰かを待っている。ある朝ついにやってきた。
お船に乗った小さな子、君の名前を教えてよ。僕の名前はゆめただよ。ちょっと不思議でとっても素敵な絵本、続きが気になるね。空を飛ぶ、おしまい。すごい。ポケモンの島でした。ね、これは僕らがね、かんがちゃんたちと同じ10歳ぐらいの時の子供の頃ね、のなんかこう遊び方をこう思い出しながらこう書いたんだけど、そう。ということで私たちの絵本の読み聞かせを終わります。はい。ありがとうございました。ザ・キャビンカンパニーさん、ありがとうございました。さあ、大きな絵の制作もラストスパート。型紙を貼っていきます。こうだった。はい、シールみたいに。シールになったから、いいかな？貼った？はい、ちょっと泣いて、リザードの首を上げるわ。はい、リザードの首。ペタ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 。めっちゃかっこいい。なんかちょうど良くなりそうやな。黒に塗るよ、じゃあ。じゃあ今から黒の世界に入ります。じゃあこうやって。ちょっと銀違って。何のショットだよ。ここから黒い色をいっぱい塗るんだって。どうなっちゃうのかな。真っ黒系。真っ黒系にするよ。あ、ピカチュウが応援しに来たよ。ピカチュウ来た。みんなうまいな。丁寧な作業もうまいな。本当よ。思いっきりやるのもうまかったけど。みんな。も真剣。本当だ、一番端っこに登ってる。おいがちっちゃいかが早くおいが落ちてない。銀ちゃんも上手ですよ。もうすぐ終わるぜ。もうすぐだ。ここみんなで頑張っていい作品を作るぞ。いい塗り残しないかな。めっちゃ綺麗になった。最終確認して。あと、お、いよいよ型紙を剥がしますよ。ピッ。おできたね。おー、綺麗。とっても可愛いポケモンたちがたくさん。何色だったかな、ここら辺。おなんだか魔法みたいですね。え、待って、かっこいい。おー、できたできた。よしよしよし。おー、しよしよし。いよいよ巨大なリザードンを剥がしていきます。よし、これちょっとずつね、切った方がいいと思うんだよね。羽を持って、羽を、アキラちゃん羽お願い。みんなで協力して。よし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 、すごいすごいすごい、すごい、かっこいい。ごめんなさい。丁寧に剥がして、よいしょ、できた。お見事、かっこいいリザードンですね。すげえのができた。かっこいいができた。かっこいいよ。すごいよ。かっこいい。うん。すごい。よっしゃ。じゃあすごい良かったね。いいのができた。もうちょうどさ、色もなんかいい感じね。本当にポケモンに合った色が。いや、みんなが丁寧に塗ったからさ、こうぐちゃーとかこういくこともあるけん。でもすごくうまくできました。綺麗にな、取れて良かったよね。じゃあやってみよう。最後の仕上げです。はい、いや、ちょっと待って、緊張する。出てきたポケモンのシルエットに仕上げをしていきますよ。じゃまず目描くか。目を描いてごらん。いいじゃん。すげえジャラドスになったじゃない。うん、顔描けた、顔。あ、かわいい。うまいじゃん。ほっぺた。これはほっぺた。緊張する。うん、良さそう。キャビンさんたちは巨大なリザードンの仕上げ。ポイントが欲しい。水玉リザードンです。水玉になっております。これあれかな、羽のところが。そう、羽の内側。そう、羽の内側がですね、水玉になっているそうです。ここの炎が一番好きです。さあ、間もなく完成です。ああ、よし、じゃあほぼ完成。イエーイ、イエーイ。よし、じゃあ、これを今からちょっと立たせようと思います。はい、いいかな。じゃあみんなで立たせます。立たせよう。よしよし。じゃあみんなは端っこに。みんなは前に行こう。前、こっちに行って。みんなはね、端っこやわ。
口口、はい、せーの、よいしょ。おお、そしてこうちょっと蛇腹っぽくしてください。うわ、はい、おー、すげー、すごい。リザードンの目に色を入れるよ。最高みたいな。うわ、おー、いいじゃん、いいじゃん。すごい、ちょっとこう溶けてるのがいいね。溶け気味で、よし、目玉入れ完成かな。はい、で、オッケー、サイン、じゃあサイン書くよ。サイン、うん、みんなの最後の仕上げ、みんなのサインを書きます。これなんて書いてる。アンド、すごい、アンド、すごいかっこいい。カンナちゃん代表で書く、ね、責任重大よ。上手に書けるかな。シュー、はい、できた。お、上手でした。できたかな、はい、よし、できた、完成。イエーイ、みんなお疲れ様。お疲れ様。みんなで頑張って作った作品が出来上がりました。どのポケモンもとっても素敵ですね。今日はみんなどうだった？初めてその型紙を作ってこんな大きな絵を描いたんですけど、キャビンカンパニーさんの絵本って型紙を型紙から絵が作られてるんだなって思ってよかったね。ありがとう、はい、ありがとう。アキはどうだった？なんか絵描くのもすごい楽しかったんだけど、絵のなんか色を塗る時がやっぱ一番楽しくって、こういう模様もあるんだなとか、クレヨンも使うんだなっていろいろ楽しかったな。アジとギンタ何が楽しかった？ギャラドス。ギャラドス。アサヒは？さあ、アサヒちゃんは？アサヒは何作るのが頑張った？ソーナンス。ソーナンス。みんな大変だったけど、ね、本当よく頑張りました。いい作品ができたと思います。またみんなで遊ぼうね。はい、バイバイ。バイバイ。